ローマ海軍は古代ローマの海軍。ラテン語で海軍あるいは艦隊を指す単語として、クラシスがある。ローマ海軍がいつ設立されたかは詳しくわかっていない。ローマはエトルリア人と違って海上交易よりも農業を中心とする社会であったために、海軍や交易といった海上での活動はほとんどなく、海軍を設立することはまさに冒険的な出来事であった。 そんなローマ海軍が初めて言及されたのは、紀元前4世紀頃、古代ギリシャの都市デルポイに使者を派遣したことを記す書物においてである。彼らをローマからギリシアまで送り届けた軍船がローマ海軍初の言及である。しかしこの頃のローマ海軍は取るに足らないレベルの存在であったと言われている。伝統的にローマ海軍が正式に設立されたのは、 紀元前311年、ローマがカンパニアを征服した年とされている。この頃の海軍は、ドゥオイリと呼ばれる二人の長官によって運営されていた。海軍は20隻の艦船を有し、そのほとんどは三段海戦のような船であった。10隻ずつそれぞれの長官が率いていたしかしながら、この頃の海軍は非常に弱く経験も不足していたためたびたび大敗を決した。 それゆえ、ローマ共和制は、イタリア半島を征服する際、陸軍を中心に軍事活動を行い、海軍は補助的な役割しか担うことはなかった。このような仕組みは、第一次ポエニ戦争の頃まで継続されていた。海軍の主な役割は、イタリア半島沿岸部や河川をパトロールし、海上貿易を 海賊の襲撃から守り抜くことであった。しかし徐々にその役割は増していき、イタリア半島南部に勢力を広げていたギリシア人植民都市などを包囲、殲滅する際に海上側から都市を包囲するなどといった軍事的役割も担うようになったためより多くの軍船や要員の供給を受けるようになった。第一次ポエニ戦争イタリア半島を完全に勢力下に置いたローマは、 紀元前265年、シチリア島に対して、さらなる遠征を開始した。その際、シチリア島の統治権をめぐり、北アフリカに勢力を張るカルタゴと交戦状態に陥った。そして、シチリア島にてカルタゴと軍事衝突し、第一次ポエニ戦争が開戦した。この戦争では、地中海最強の海軍を要する強国カルタゴが、相手とあって、初戦において、 経験不足のローマ海軍では、カルタゴ海軍に立ち打ちできなかった。それゆえ、ローマ共和政果の元老院は、紀元前261年、新たな様式の軍船100隻に加え3段階船を20隻ほど、新たに建造させることを取り決めた。古代ギリシアの歴史家ポルビオスによれば、ローマは沿岸に漂着、または戦闘にて捕獲したカルタゴ軍船から学んだ技術を、 模倣するなどして、この大艦隊の建造したとされる。この艦隊は、毎年民会で選ばれる政務官が率いていたとされるが、彼らは海軍に特化した経験、知識を有しておらず、ローマ共和制配下の同盟士から選出された熟練の下級軍人らによってそれが補われていた。この仕組みは、ローマ帝国期まで継続して存在していたとされ、それを裏付けるように、 ローマ海軍の戦法、技術の名前には古代イギリシア海軍の専門用語に、ちなんだものが多かった。コルウスを備えたローマ海軍の三段回戦コルウスのおかげで、カルタゴ海軍の優位性を打ち消し、地中海でのローマの優位性を打ち出すことができた。上日のように、ローマは急速に軍船を整備したものの、ローマ人の乗組員は依然として、戦闘、航海経験が不足しており、 当時一般的だった海戦戦術では満足の育成果を得ることができなかった。そこでローマは革新的な装備コルウスを開発し、それを軍船に取り付けることでカルタゴ側の海上での優位性を崩し、ローマが得意とする陸上戦に持ち込む新たな戦法を取るようになった。コルウスとは鍵爪付きの長いキータのことである。これを自分の軍船の戦闘に取り付け、 敵戦に突進してこのコルウスの針を敵戦に引っ掛け、固定することで両戦艦の端のようにし、それを使って兵士を敵戦に乱入させ、敵戦を制圧するという新たな戦法をローマは編み出した。ちなみにこのコルウスは、かつてギリシア植民都市シラクサがアテネに攻め入られた時に用いた戦法であるとされ、ローマはこれを改良して海軍に取り入れた。 このコルウス戦法により、ローマが誇る盛教な陸軍レギオンを海戦でも十分に活用することができ、カルタゴを海戦でも圧倒することができるようになった。しかしながら、コルウスにはそれなりの重量があったため、軍船が安定感が落ちて悪天候の際によく転覆するようになったとされる。コルウスを導入した駆け出しのローマ海軍は、紀元前百六十年、この戦争で、 初の海戦ではカルタゴに敗北してしまったものの、この海戦の規模が小さく、対局に影響を与えることなかった。そしてついに、同年に行われたポエニ戦争で、最初の大規模な戦闘にてカルタゴ海軍を打ち破った。その後の海戦もローマは勝利に勝利を重ね、紀元前258年には、スルキオキの海戦。 紀元前257年にはティンダリス沖の海戦、続く紀元前256年には古代史上最大の海戦といわれるエクノモス岬の戦いにて大勝利を飾り、ローマ海軍はカルタゴに肉薄した。この海戦での連戦連勝により、ローマはカルタゴを地中海を越えて北アフリカ、そして首都カルタゴまで追い詰めた。ローマ海軍の戦勝続きは、 海軍の経験値が増え技術的にも、戦術的にも進歩したことを大いに表しているが、その反面、嵐などの好転により多くの兵士が犠牲となり、海の木図と化し、海軍が多大な損害を被ったとされている。他方、カルタゴは、多くの戦で破れ兵士を消耗したことで苦しんだ。紀元前249年、ローマはドレバナ沖の海戦にてカルタゴに敗れ、 一時的にローマ市民からの寄付をもって新たな戦艦を建造するはめになったと言われているが、この戦争の最後の戦いであるアエガテス諸島沖の海戦にてカルタゴを再び打ち破り、ローマの総選考会術がカルタゴのそれを上回っていることが証明された。この戦いはコルウスが使われずに通常の戦法である昇格戦法にてカルタゴを撃破した戦いとして、 広く知られている。イリュリア戦争並びに、第二次ポエニ戦争期限前3世紀後半に、鋳造された、ローマのアオドーカース。この効果に掘られている軍船の船手は当時、ローマ海軍が主力としていた、クインクエラムと呼ばれる船のものである可能性が高いと、されている。軍船が、効果に掘られていることはこの時代、ローマ軍において海軍が非常に重要な役割を、 担う存在になっていたことを示している。第一次ポエニ戦争でローマが勝利した後、西地中海における影響力はローマがカルタゴを上回った。ローマが地中海において軍事的に優位な立場にあったがために、ローマがカルタゴ領サルディーニャ島、コロシカ島を征服する際、カルタゴはそれを黙認せざるを得なかったという。またこの優位性によりカルタゴの脅威を ある程度抑えることができたため、ローマは当時アドリア海で頻発していたイリュリア人海賊の襲撃に対し集中して徹底的に対応することができた。この際イリュリア人との間で発生したイリュリア戦争はローマが初めてバルカン半島に進出した出来事であるとみなされている。紀元前229年、ローマの死者を殺害し戦線復刻をしたイリュリア人の女王手歌に対し、 元老院は200隻の軍勢を派遣し、アドリア海沿岸に広がるギリシア都市を守備していた、イリュリア人守備兵らをたやすく駆逐した。この10年後、ローマは再び、イリュリアに軍を派遣し、イリュリア海軍を再構築して、エーゲ海にて、海賊行為を繰り返していた、イリュリア人指導者デメトリウスに対して、性伐を行おうとした。しかしデメトリウスは、 ローマがイルリアに対して影響力を持つことを恐れたマケドニアをピリッポス5世の支援を受けていた。ローマは再び迅速な作戦をもってイルリアを圧倒し、イルリアに保護領を設置したものの、第二次ポエニ戦争がカルタゴとの間に勃発してしまったためアドリア海方面に派遣されていた軍勢は再び北アフリカ方面に、 方向転換することを余儀なくされ、イリュリアとの戦争は一時中断した。第二次ポエニ戦争において、ローマが地中海の正海権を確保していたため、カルタゴの偉大な将軍ハンニバルは、海上からのイタリア侵攻を避けざるを得ず、代わりに陸上からイタリア半島を攻め入る作戦を取った。第一次ポエニ戦争とは異なり、この戦争では、ローマカルタゴともに、 海軍が重要な役目を担うことはあまりなかった。戦争が始まって最初の年に発生した海戦はマルサーラの海戦にエブロ川川口の海戦ともにローマの勝利で終わった。数的にはローマカルタゴは対等であったもののその後の戦争期間中カルタゴはローマから地中海の制海権を奪おうとはしなかった。それゆえにローマ海軍はこの戦争において 主に北アフリカ沿岸部の襲撃、イタリア半島沿岸部の守備、そしてカルタゴ海軍の食料、武器などの輸送船団やハンニバルへの援軍輸送の妨害、阻止などに従事した。また、マケドニアをピリッポス5世がカルタゴ側として戦争に加勢しないよう目を光らせておくという役割も担っていた。この戦争においてローマ海軍が唯一参加した大規模な出来事は シュラクサイ包囲戦であった。この包囲戦は、包囲していたローマ軍が、当時シュラクサイに滞在していた天才的な発明家、アルキメデスが発明した数々の奇抜な兵器に、苦しめられ、2年もの間シュラクサイの港に釘付けに、させられたことで有名である。その後ローマ海軍は、スキピオアフリカヌスの軍勢の援軍として160隻の軍船を、 北アフリカに派遣したが、スキピオの北アフリカにおける軍事作戦は失敗し、その軍船はスキピオの軍勢の撤退作戦に用いられた。この一連の流れの中で、スキピオはカルタゴに対してザマの戦いにて大勝利を飾り、結果ローマはカルタゴと講和する際、カルタゴ海軍の解散を講和条件に加え、カルタゴから海軍力を奪うことに成功した。 エブロ川川口の海戦のエシュラクサイ防衛の指揮を、トレアルキメデス東方での活躍陣に奉納された、ローマ海軍の二段海戦を彫刻した、レリーフ紀元前120年頃制作。ローマはこの頃には、名実ともに、西地中海の覇者となっており、さらなる遠征の矛先はもはやカルタゴではなく、地中海東部のヘレニズム世界に向けられていた。214年には、 マルクス・ワレリウス・ラエウィヌスが率いる小規模な艦隊がマケドニアをピリッポス・5世に率いるマケドニア艦隊を打ち破り、マケドニアのイジュリア侵攻を阻止。つまりこの頃には東方で既でに小規模ながら軍事衝突も発生していた。そして蒸気の衝突をきっかけとして、マケドニア王国とローマの間に第一次マケドニア、戦争が勃発した。その後の戦争は主に、 ローマの同盟国であるアイドリア同盟、ペルガモン王国、こちらは戦争後半から参戦、らによって進められた。しかし、ローマ海軍は戦争が終わる、紀元前205年までの間、ペルガモン王国の海軍と共に合わせて60隻ほどの艦隊で英華海をパトロールしていたという。この戦争では、ローマは西方にてカルタゴとも交戦していたため、ギリシア半島に ローマ領を獲得する意思を持ってはおらず、ピリッポス5世率いるマケドニア勢力がギリシアにて勢力拡大するのを防ぐことが目標であった。この戦争は結果、両者膠着状態に陥った。そして、紀元前201年、ピリッポス5世が当時エウゲ海に勢力を張っていたロードス勢力に対して攻撃を仕掛けたことで、再び戦争が活性化した。 この戦争は、ロードス側の勝利で終わった者の両者に、甚大な被害を与え、敗北したマケドニアに至っては旗船を含む多くの、軍船を失った。その後すぐに、ロードスペルガモン同盟は、ローマに救援を要請し、ローマはそれに応えて、マケドニアに宣戦線布告し、再び、マケドニアとの間に戦争が勃発した。強力な海軍力を持つローマに対して、マケドニアは、 海上で競り合うことを避け、陸上での戦闘が主に行われた。ロードスとの戦闘でマケドニアは多くの艦隊を失っており、マケドニア海軍は弱体化していたためでもある。ローマはマケドニアと衝突し、紀元前197年には、キノスケファライにて、両軍が激突した。この戦闘でマケドニアは、ローマに完敗を喫し、ローマに降伏した。 この際マケドニアに対して取り決められた終戦条約はマケドニアに非常に厳しいもので、マケドニアから完全に海軍力を排除されることとなった。ローマがマケドニアを打ち破ってすぐ、ローマはセレウコス朝、シリアから戦線復刻され、ローマはシリアと交戦状態に陥った。この戦争でも多くの戦闘は陸上で行われた。海上でも戦闘は行われ、 紀元前190年には、ミオネソスの戦いエウルメドン側の戦いが行われている。この戦争は、またしても、ローマの勝利に終わり、終戦条約ではセレウコス・アサシリアのさらなる海軍増備、整備の禁止が条件となった。これにより、地中海世界にヘレニズム国家の海軍は消滅したことになり、地中海に残る海軍は、ローマの元の ローマの同盟国のもののみになった。その後行われた第三次ポエニ戦争で、かつての海軍強国カルタゴは滅亡し、第三次マケドニア戦争では、ローマに何度も挑戦してきたマケドニアが滅亡。紀元前2世紀後半には後に、我らが海と呼ばれることとなる領域は、完全にローマの勢力下に収まった。その後、ローマ海軍は抜本的に削減され、 ローマ配下の同盟士などから供給される海軍、部隊のみが海軍として残ることになった。ミトリダテス、海賊の脅威グナイウス・ポンペイウスの共像ポンペイウスは地中海に抜古していた海賊を迅速に壊滅させ、ローマの地中海支配を再び強固なものにした。地中海を制覇したローマは一次海軍を大幅に削減した。これにより、地中海では、 キリキア海賊を中心とする海賊が跋扈するようになった。彼らは拠点のキリキア周辺でよく活動したが、クレタ周辺やその他の地域でも大いに暴れ回った。キリキア海賊はこの頃ローマと戦っていたポントス王ミトリダテス6世からの援助を受け、その支援をもってローマに対し散発的な襲撃を繰り返し、ミトリダテスの戦争をサポートしていたのだ。 ミトリダテストの最初の戦争において、当時、執政官であったスッラは、ミトリダテスの海軍に対抗するために、ありったけの船を徴収し即席の海軍部隊を構成した。寄せ集めの部隊であったにもかかわらず、紀元前86年、ルクルスに率いられた彼らは、ミトリダテス海軍を打ち破った。ミトリダテストの戦争が終結した後、ローマはすぐに常備的な海軍を再設立し、 英華海沿岸部の同盟国らに100隻の軍船を提供させた。ミトリガティスからの防衛という観点から見るとこの規模の軍勢で十分を補えるほどであったのだが、当時の地中海では常日の通り海賊が抜古しており、その勢力は急速に増していたため、この程度の海軍では不十分だった。それから10年の間に海賊は多くのローマ海軍指揮官を殺害。 さらには、海軍不足により防御されていない、イタリア半島も含む多くの国土の沿岸部を襲撃し、首都ローマの港オスティアまでもがその被害にあった。プルタルコスが記した当時の資料によれば、海賊らの船は戦績隻を超え、400物街が海賊に占領されてしまった。という、続く海賊の襲撃により、ローマの経済は大打撃を受けた。また何人もの著名な、 ローマ人が捕らえられ、身の白金を要求されたという。捕らえられたローマ人の中には、二人のプラエトルとその従者、そしてユリウスカイサルらも含まれている。海賊の悪行の中でも、最も重要なものは、ローマの生命線となっていたクーラ・アンノナイと呼ばれる穀物輸送ラインを妨害したことである。クーラ・アンノナイとは、ローマ領の中で有数の穀物生産地である。 北アフリカエジプトシリア島とローマイタリア半島とを結ぶ穀物輸送のための海上連絡も輸送ラインであるがこれを海賊らに妨害されたローマは食料不足に陥り膨大なローマ市民を養うことが困難な状況に陥ってしまったのだった食料不足は大きな政治的問題となり民衆の不満は高まっていった紀元前74年 三度目のミトリガティストの戦争が勃発し、ローマの軍人マルクス・アントニウス・クレティックスが、プライトリアニに任命され、インペリウムという絶大な権力まで与えられた上で、ローマ海軍を率いて、海賊の脅威に立ち向かった。しかしながら、彼は、紀元前72年、クレタにて大敗を決し、海賊征伐という目的を果たせぬまま、この世を去った。そして、 紀元前67年、プレブス民会にて、新たな法案が通過、成立した。この法律は、ローマ軍二0個軍団、軍戦500隻、14名の元老院議員資格者からなる幕僚を投入すると、共に総司令官として、これらを統括する権限を、グナエウス・ポンペウスに3年限りで付与するという、前代未聞の法案であった。ポンペウスはこの大軍を率いて、 海賊討伐に向かい、たった3ヶ月であれほどローマを苦しめてきた海賊を、きれいさっぱり討伐した。海賊討伐後、ローマ海軍は再び削減されたが、沿岸をパトロールし、散発的な海賊襲撃を防ぐという任務を担う、ことになった。エさると、内戦はウグストス地セイユリウスクラウディウスチ地ウチクラウティウスチ セウェルス朝知性化3世紀の危機古代後期東、ローマ帝国プリンケパトゥスの頃プライトリア2の艦隊地方艦隊定性艦隊共和制時代の地中海の海軍は三段海戦や五段海戦などのガレー戦が主体であった。ペルシア戦争のサラミス海戦のように当時は全力疾走で敵戦に突っ込み戦手の昇格を潜伏に当てたり海を破壊したりする攻撃。 あるいは節原しての切り込みがあった。昇格戦法は、船員の連動が高ければ可能であり、初期のローマ海軍は急募した水夫が漕いだため、細かい航路変更ができず、かわされ切り込まれるなど、むしろ事前の危険性が高かった。そこで登場用タラップ、コルウスを心臓管に設置し、白兵で優れるローマ軍団を直接かつ速やかに送り込む方法が考え出された。それは選手に、 マストのように立てられ、方向が360度変更可能だったと推測され、敵戦に大釘で食い込むものであり、初戦からカルタゴ相手に勝利を収めた。しかし、ローマにとって初めての海軍だったため、カルタゴ海軍が総戦に慣れていない、ローマ海軍に接近せずに浅瀬に追い込む戦術に出たことと嵐の時に初心の司令官が、 経験豊かな同盟国の船長の中間を置きかずに、心理的な恐怖から沿岸から遠ざかることを拒否し、そのため岩礁に砕かれ、もしくは船同士の衝突で艦隊が幾度も壊滅状態になっている。第一次ポエに戦争中に、コルウスは使用されなくなったが、それは、コルウスの動きによって重心が移動し船を不安定に、させ、海難事故の多発原因の一つに挙げられたことと、 平氏移動の際の危険性によるものである。すでにカルタゴ海軍以上の連度に達したからと言われる。事実、最後のアエガテス諸島沖の海戦でカルタゴ海軍は完敗を喫した。東ローマ帝国以降は2段階帆船にギリシアビを搭載したデュロモイを使用して政海権を握っていたが、徐々にベネツヤ海軍に抑えられていき、 首都コンスタンティノポリス周辺を補給路を確保する程度の戦力に落ちていった。ありがとうございます。